プレミアリーグ、アーセナルに、1ウォルバーハンプトン。日本時間12月3日、エミレーツスタジアム。アーセナルの冨安健洋が、ウォルバーハンプトン戦でここ数試合と同じく好プレーを披露。一方、後半にはアクシデントで途中交代している。右 SB で先発した日本代表 DF は、6分にいきなり先制ゴールをアシストする。右サイドからブカヨサカ、ガブリエウジェズスとつながったボールをペナルティーエリアまで進出していた冨安がダイレクトパス。これを中央に走り込んでいたサカが受けると、DF をうまくかわし、最後は右足で蹴り込んだ。11月29日の RC ランス戦、チャンピオンズリーグ、でも2アシストを記録していた冨安は、これで公式戦2試合連続のアシスト。DF としてはかなり異例のスタッツだけに日本の X では、冨安アシストがトレンド入りし、アシストマシンやん、またアシスト、2試合連続アシストはえぐいな、またアシストしちゃったよ、などファンも興奮気味だった。その後も攻守で安定したプレーを見せていた冨安だが、77分にアクシデント発生。ピッチに座り込み、左ふくはらぎを気遣った。メディカルスタッフに見てもらったが、結局はベン・ホワイトとそのまま交代となった。この心配なシーンを受けて、日本の X で今度は、冨安怪我がトレンド入り。釣っただけだといいけど、心配すぎる、怪我だけは勘弁してくれ、交代後に歩いてはいたし、重傷じゃないことを祈る、おいおい、などの書き込みが目立った。試合後の会見でミケル・アルテタ監督は、冨安の交代について、詳細はまだわからない。彼は何かを感じた。それが疲労だったのかはわからない。我々はいかなるリスクを負いたくなかったから、すぐに交代を決めた。今後の様子を見てみよう、とコメントしている。最近の冨安はレギュラー定着を果たしつつある上、守備はもちろん攻撃でも存在感を高めてアーセナルの重要戦力になっていただけに、アルテタ監督にとってもふくらはぎの状態は気がかりなことだろう。続報を待ちたい。